前回のあらすじ、前回は、箱根駅伝2区鶴見中継所から、戸塚中継所までの 23.1km を自転車で走りました。続きまして3区です。さあ、というわけで始まりました箱根駅伝第3区、21.4km のコースとなっております。この3区はですね、内陸の方にある戸塚の方から、海沿いを走って平塚中継所まで向かうといった、21.4km のコースになっております。さあ、序盤に関しましては、2区で、ランナーたちが登った上り坂をですね、今度は思いっきり下るといった感じのコースが、前半の方に続きます。でね、この道はね、もう相変わらず幹線道路ということで、かなり、交通量も多かったといったイメージがあります。またね、ご覧の通りね、太陽がとても、空がとても広かったです。さあ、これ、私は道を間違えました。はい、本来ね、左側に行かなければならなかったんですけども、トンネルを通ってね、本当に焦っての方向に行ってしまうといった感じました。さあ、これ違和感を覚えてね、携帯で確認をしながら、元のルートに戻っていくといった感じをしています。さあ、この信号が見えました。そして、ここから、元の正規ルートに戻るといった感じになっております。無事に戻れてよかったです。さあ、ここら辺からね、急に下り坂がね、ぐわーっと続くといった印象を抱きます。はい、もうほんとね、もうだいぶ下るんですよね。こんなに下るのみたいな、もうほんと驚きです。はい、車じゃね、わかんないと思うんですよ、この下り方は。そしてね、また若干上がって、でさらにまた下るといったことがあるんでね、結構アップダウンもね、もうダウンだけじゃなくてちゃんとアップもあるといった感じで、かなり、ペースのね、配分というかペースコントロールがね、乱されるといった区間にもなると思います。さあ、そしてね、今か、河川橋を渡りまして、またするんですけども、そして、ここでね、本来、右に行くルートなんですけども、右にはね、行けませんでした。なぜかっていうと、結構危なかったんですね。はい。なんで、まあ、ちょっと進んで、横断歩道を渡って、元のルートに曲がるといった道を取りました。はい。で、ここの道はね、マップを見てばわかる通り、もうほぼ平坦で、海沿いに向かっていく道となっております。ここら辺からね、ようやく湘南のエリアに入ったかなといった印象を抱きます。なんでそういうことを思ったかっていうと、途中でコンビニがあって、小学生たちがね、まあ、そこで、まあ、タムロしてたんですけども、その小学生がね、もう割となんかもう半袖半ズボンで、なんか日傘なんて一切差さねみたいな、結構ワイルドな感じだったんでね、あ、なんか海のある湘南っぽいなっていう雰囲気はね、感じました。さあ、ここで、国道134号線に入って、これから、海沿いの道を走るといった感じになっております。はい。天気がいいとね、右斜め前方にね、富士山が見えるといったこともあるんで、ね、景色を楽しみながら、走ることができるといった感じになっております。さあ、これね、私のこの状態なんですけども、結構ね、来てます。朝4時から出発でね、もう4時間以上漕いでるんでね、かなり体力的にも、持ってかれるといった感じになってるんですけども、ひたすら漕いでます。どんだけ疲れてるかっていうのが、後で、平塚中継所に着くと分かると思います。ひたすら国道134号線を進んでるわけなんですけども、もう本当にね、もう平坦なんてないよ。もう海沿いのまっすぐな土直線といった表現でも間違いないと思います。さあ、そして、もちろんね、直線なんで自転車はね、もう車より遅いわけですから、もうビンビン抜かされてって感じなんですけども、さあ、ここで、湘南大橋へと入っていきます。はい、あのかの有名な湘南大橋を渡っていきます。ちょっとね、車道側からだと海の景色というのがね、ちょっと見えづらいって言って感じがあってね、申し訳ないんですけども、首を横に振ると、そこにはね、もう相模湾の綺麗な海がね、太平洋が見渡せるといった感じで、とても綺麗な道でした。さあ、左手に防風林がありますが、その向こうにはね、先ほど言った相模湾が、ね、あってね、海を見渡せるといった感じになっておるんですけども、この道を、さらに進みまして、平塚中継所までね、もう少しといった感じになっております。
さあ、これね、僕も結構体力の限界なんでね、加速のスピードが遅かったりね、シンプルにマックススピードが遅かったりとね、結構、自転車としてね、不便な点もあるんですけども、頑張って、気合だけでね、乗り越えて頑張っていきたいと思います。さあ、そろそろ、中継所の平塚中継所、3区、お疲れ様でした。はい、というわけで、平塚中継所到着いたしました。いやー、本当にきつい。というわけでね、戸塚中継所からおよそ20キロ走ったということになります。そして戸塚中継所を11時15分に出発して、現在時間が12時25分ということで、1時間と10分くらいを走りました。現在の私の状況なんですけども、空腹の極みです。めっちゃ腹減った。さすがに12時半を回って、今日に関しては朝4時から漕いでて、そして千葉駅からはちょうど100キロを超えたということになってんで、いやー、なかなかきついっすというわけでね、次に4区の小田原中継所を目指すんですけども、途中でスーパーやコンビニがあったら、休憩行きたいと思います。21キロ先、小田原中継所を目指して走っていきたいと思います。では行ってみましょう。